私は自費の天使王、BL、レイアポストールの序列4位の天使です。すごく偉い天使なんです。だけど、主様と契約してから私の生活がガラッと変わりました。それもこれも全部あのネルが悪い。ということで今回は私が普段どれだけネルにこき使われてるか、それを教えます。チャンネルはそのまま。10回言ってみろ。なに、いきなり。いいからいいから。ピザ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 。うるさいぞ、食事までは時間があるんだ、我慢しろ。さっきネルがええって言ったんじゃん。ママ、あのお姉ちゃんピザ食べたいみたいだよ。はぁ、仕方ない。どうしてもというなら昼食はピザにしてやろう。食欲旺盛な天使め。痩せたんでしょ。ミエル、喉渇いてないか、飲み物を買ってやろう。なんで上からなの、私別にいらないけど。そうか、ミエル、次は膝と10回言ってみろ。もう騙されないよ。仕方ない、なら私が代わりに言おう。膝膝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 。ミエル、さっきまで何を食べようとしていた。膝。そうか、膝か、まさかお前にそんな趣味があると思わなかったぞ、この肉食系天使め。いやー膝か、膝がそんなに好きなら性癖がカオスな主様にでもお願いしてみるのだな。あのー、うるさいうるさい、寝るのバカー。いやー、さすがミエル、いじり甲斐があるものだ。私を飽きさせない。早く行こう、ピザ食べたいんでしょ。ふふ、慈悲の天使も大変だな。では行こうか。ネルは何か食べたくても素直に言わずに、私が食べたがっているから仕方なく食べてやるという謎のプライドで私をからかってくるんだよ。めんどくさい。ああ、でミエルはん、そこ凝ってるから気持ちええで。主様、力の使い方がマシになったね。筋肉の疲労が少なくなってるよ。ミエル、どうせなら、指圧で思いっきり押してやったらどうだ。うむ、これもパーフェクトフルコンボだな。指圧か、肌が実感する快楽でリラックスできるから悪くないね。あざざ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 。そう、整体の知識も網羅してるから疲労回復とか、体幹修正も容易だけど。すごくいいね、強すぎず弱すぎず程よい指圧が。それはよかったな、主様。それでミエル、主様に馬乗りになっているが大丈夫なのか。だってこの体勢の方がちゃんとマッサージできるからね。そうだな、主従関係だから体の接触くらいなんともないしな。そうだね、それより役割を果たさないと。よし、これを音声削除して石化に送ればいいかな。何してるの。何、ミエルが主様の背中の上でグイグイしている動画を撮っただけさ。変動がすでに誤解される。いやー、修羅場ってたまらんからな。あの身近で見られるドキドキほどたまらんものはないな。この後 S 女性か。おっと、送ってしまったー。こうやってネルは自分の楽しいことなら平気で周りを巻き込むんだよ。しかも大抵私と主様を使って。迷惑この上ない。ミミちゃん、もう少しそっちの腕を地面につけてよ。エテルハン、ちょっと作りすぎやな。ちょっとこっちの方にてかしてや。ああ、重りをしてる方が落ち着く。主様の好感度が低い一族を地図に置かなくてもいいのに。あれかな、子供の頃から慣れてもらおうって考えなのかな。ああ、壊れちゃった。もう一回作ろうか。もうやめようや。黙々とあんなもの作るのは苦労やで。ほら、喧嘩しないでね。二人とも、天使に何回割れたくないわ。うちは鬼なんやで、強いんよ。強い、私より弱いのに。これからや、これから強くなってやるんやけんな。子供は元気だで。よし、ミミ、それなら私と戦おうではないか。鬼は強いのだろう、なら言葉通り強くならねばな。ひ、ネル様、私はアーソノー。ならお前の保護者をやっているミエルに責任を取ってもらうということでいいか。ミエル関係ない。ミエル様に責任取ってもらう。そうか、なら責任取ってもらうのだからちゃんということを聞くのだぞ。はい。さあ、ミエル、おもりの出番だ。ミミの代わりに戦うぞ。嫌だよ、バカ。ふんわりでしつけのなっていないミミちゃんの教育をしてくれたのはわかるけど、どこかひねくれてるんだよね。素直じゃない。ふう、今日も一日疲れたな、ミエル。私はほとんどネルのせいで疲れたんだけどね。そうか、それは結構だな。体が疲れるほど普段の生活が充実しているということだ。ミエルにはわからんかもしれんがね、ただルエデンの女性は暇なんだ。特に配下がいるわけではないしな。だから常に体力を持て余していた、退屈だった。今は力がないというのもあるが、お前や主様がいて全然退屈しない。私は楽しんでいるよ。ふん、そうなのかな。お前も王ならわかるだろう。しかも堅苦しい天使族だ。
こうやって本音で肩に力入れることなく素の自分でいられるのがどれだけ気楽で心地いいか。それは、一理あるかな。確かに帝都ルエデンだと配下の天使たちの見本になるように振る舞わないとだったから。家の中で一人でいる以外気楽じゃなかったな。よし、ミエルを風呂から出たらいつも通り夜景と夜風のある窓際で飲み物でも飲むか。そうだね、それじゃあ扇風機出しておくよ。いろいろ不満はあるけど、私のことを気にかけてくれるし、心を開いてくれてるからどこか恨めないんだよね。はぁ、めんどくさい友達だよ。あんたって男は人がいなければ従属の子でも見境なしか。私はね、ずっと一途にパトのことを思ってきてるのにお前って男はその思いをバカにしてんのかいね。ですか、落ち着いて、寝るのいたずらだから。いたずらでもなんでもパトのスマホから私にいかがわしい動画流れたら正気でいろっていうのが無理な話よ。いつものマッサージだよ。使用後のアフターケアだよ。ねえ。てめえという男は毎度ミエルちゃんを背中の上に乗せて腰振らしてんのか。この馬男。でか。異性の女乗せて、男が四つん這いで走るってもはやド M どもの楽園じゃない。あれか、走れタネ馬。一等賞取らないと向き上げないわよ。ほら、泣き走れ、タネ馬。みたいなやつか。うん、せっかは素質あるよ。俺が太鼓判をしておく。いいサボケご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。